お疲れ様です。で、えー、今日のタイトルですね、あの、何ヶ月かで、〇、え、〇、ー、月で、何が、どこが一番変わるのかというところなんですけども、はい、えー、2ヶ月あれば、えー、胸の筋肉、これすごく変化しやすいです。で、えー、そこだけ手術してやっていただければなと思います。 やっぱり変化がしないとあのなかなか続けられないんで自分の持っている今エネルギーとか時間とかそれを集中して一旦あの胸にあのやってトレーニングしていただければいいかなと思います。で何すればいいんだと何もないえいや腕立て筆で実は十分ですあの何かねバーベルがないとダメなんだとかベンチプレスして,していかないとダメなんだとかそんなこと全然ないです。あの自分もあの 持ってたんですけどイジーバー持ってたんですけどベンチがなかったんで腕立て伏せしか味さしてなかったんですねそれでも十分あの変化感じてたんであのまあプッシュアップバーねあの安いでねでひま買っていただいてもしびし上げていただいて続けていただければなと思いますで、えー、しっかりあの2ヶ月間続けていただいて実感してあ,あ変化必ず変わると思うんであの 変化を実感していただければいいいかなとと思いますただちょっとねあんまりちょっと脂肪つきすぎてると変わり見た目が分かりにくいかと思うのであのー、食事の量もねあのコントロールしながらまあ、ちょっと細い人はねやっぱ食べる量を増やしながらあのやっていただければなと思います。で、えー、そこからですねでやっぱ人から言われないと人から言っていただくとさらにモチベーションあるんですけどそれだとやっぱ3ヶ月ぐらいね見ていただいたらいいのかなと思います。ただねああのの胸はちょっとあの 脱がないと見えないんですけども是非今からやっていただくと、えー、夏が楽しみになりますということで是非明日からえ、えー、コツコツ毎日5分ですね、えー、やっていただければなといいと思いますでまああのー、1回目はね1週間慣れるまでは1日30回まあそれでいいかと思いますで2週間目は当然2セットするまあ合計60回もし続けられたら えー、3セット目三十回を三、えー、回やります九十回やります、まあ、それでもね5分ぐらいで終わると思うんでねそれをずっと2ヶ月続けていきますえーえー、それでやっぱり最終点100回とか200回とかやれるようになってきます <laughs> 変化が感じれば全然勝手に回数上げていくんでねただあんまり上げすぎると緊張のいいとプツッと切れてしんどくなってくるんでね、えーこの これはいい頃ねあの。で、止めてしまって結構です。とりあえず2ヶ月続けてみてください。ということで、変化楽しんでいけたらいいのかなと思います。ということで、今日はこれで投稿あります。えー、参考にしていただければ嬉しいです。また、えー、トーク動画を上げていきたいと思います、えー。チャンネル登録していただければもっと嬉しいです。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。